次郎さんが戻ってこない。クジライ様。私たちが爆発していないから道郎さんは無事だよ。何がバラバラに帰ろうだよ。自分が一番どんくさいくせによ。クジライ様を悪く言わないで。クジライ氏のパソコンは連絡か情報は来てないか？うん、見てくる。しっかしママさん助ける前に暴れちまったな。すまない。ニカちゃんのママは保護されている。その情報を信じよう。実際は工場の確認もできていないけどね。作戦を練り直しませんか？ごめんなさい、私がママのことを頼んだからこんなことになっちゃって。お前は何も悪くない。クジライ様の情報はなし。でも新しいフォグの情報だよ。センター街入ってすぐの質屋の近く。俺行ってもいいか？うん、いいよ。モアは留守番するけど。私たちにもドミヌスの森を見せてくれる？森の中では俺に従うこと。了解。私も行く。行きたい。久しぶりだろ。呪文覚えてる？風は何時を解き放つ。なるほど、これがドミヌスの森か。あれ、この匂いなんだっけ？知ってますね。なんだか楽しくない記憶とつながってそうだ。文句を言うなら帰ってくれ。ごめんごめん。こりゃすげえ。リスクとスリルは俺の大好物だ。下手者食いですよ。皆さんお大事に。さて、お次は買い物かな。桐泉ちゃん、説明してよ。あとで。全部の封門を開いたらドミヌスという人がマリン君を解放してくれる。それが最強になる方法だとマリン君は信じてるね。まあな。自分が魔法使いでなけりゃ絶対信じねえよ。痛い人としてネットに書き込んじゃいますね。冗談でも他に漏らさないこと。封門はいくつあるの？わからない。ぼんやりした話だな。じゃあ開こう。1、2、3。あれが次の門、フォグの呪文だ。風を感じよ、風と共に行け。ポエムかよ。ニカ、どうした？この風に吹かれたら勇気が出そうだから。ママに会いたいような、会いたくないような。会ったら私はきっと怒ってしまう。ママのせいで人生が惨めになる。どうしてルブルムに手を出したの？もうどこかで死んでいてほしい。そんなことまで思っちゃった。思って自分が嫌いになった。だからママが工場にいるって分かったら会うのが本当に怖くなって。でもここに来てよかった。勇気が出たみたい。マリン君、ありがとう。何もしてないし。あ、思い出した。この匂いあれだ。
死にかけた時のあの匂い。おお、そうだな。気味悪い暗い海の匂い。懐かしいっちゃ懐かしい。後天的魔法使い、私たちレプリカの共通体験ね。その海を見たのは一度だけか。その死にかけた時だけの。私はそうだけど。俺はほとんど毎日夢で見ている。夢じゃなくてまさに臨死体験だったりして。どういう意味だよ。ねえ、風紋を巡ろうと思ったきっかけはどこで知ったの。内緒なんだよね。父親から聞いた。結果的に遺言になった。親も魔法使いなのか。いや違う。多分違うと思う。父さん。何も思い出せないんだ。父さんの顔さえも。魔力の代償だ。振り返るな。前だけを見て進め。誰？マリン君、大丈夫？私はギルドの内務卿シドウだ。匿名の目撃者の告発によりクジライミチロウは裁判にかけられる。諸君は証言者として裁判に参加してもらいたい。場所はこちら側、アナザーの裁きの海岸だ。5月18日午前0時、スクランブル交差点にフォグを出す。呪文は歴史は勝者が語るもの。以上。クジライ様。魔法ギルドによるミチロウさんの裁判、それがまともな裁判だとは誰も思っていなかった。ギルドの同志募集シール情報、これ読み取って。フォグワストリーム広場、呪文は同志と共にレボリューション。うわー、新崎センス。指導が言ったスクランブル交差点のフォグはどうする。どんな罠が待っているやら。リスクが大きいよ。無視無視。じゃあ行くぞ。同志と共にレボリューション。なえる。あれが裁きの海岸かな。アイガスが大勢いるね。見張りだろうな。とすればクジライ氏はあの中かな。戦闘は不可避ですね。ああ、でも行くしかねえだろ。今の聞いたらクジライ様泣いちゃうかも。このクソ首輪を外せるのはあいつだけだからな。どうする、突っ込むのか。私、ドゴーさん、ウカイさんが先行して敵を引きつける。マリン君たちはタイミングを見て警備のアイガスの横腹を突く。それでやってみない。わかった、やってみよう。あそこだ。クジライ様。もう、ニカ、ギリズミ君も。
いや、実はね、道玄坂工事の、ほら、魔法の店ね。工場壊滅作戦のことを考えたら、何か仕入れた方がいいと思って。西島さんまで。先輩たちもいますよ。敵の増援が続々来ている。かなり厳しい数だ。なんだ？裁判が始まるんです。決闘して勝った方が勝訴です。それ裁判なの？ギルド会員レプリカ紡ぎより、新崎ジェノは相手を危険人物と知りながらギルドに招き入れたという告発があった。一方、レガシーである新崎ジェノより新崎家を陥れるためレプリカ紡ぎが虚偽の告発をしたという申し立てがあった。両名の言い分は真っ向対立している。よって両名、その言葉の誠を証明せよ。めちゃくちゃだよね。終わったみたいだ。さて、次は諸君だな。諸君はルブルムを盗み出す目的で森を越えたという告発があった。違います！ギルドの役に立ちたいんです！返してください！シドウ様！目的はルブルムだな。ギルドの会員になれば好きなだけルブルムをくれるって。誰がそんなことを？新崎ジェムさんです。新崎ジェムと紬はもう証言できない。互いの誠を証明するために戦い、共に倒れたのだ。諸君たちも、疑惑は自らの力で晴らすしかない。さっさとやらせろよ。素晴らしい。お前たちの戦意を見せてもらおう。狭すぎる。不利だ。これは離脱した方がいいね。先、行ってます。土郷さん、鵜飼さん、外に出ましょう。土郷氏、無事に帰ったら。それ以上言うな、死亡フラグになっちまう。俺たちも行こう。助けてー。助けなくちゃ。知り合い。彼も野良魔法使いだ。放っておけないよ。おせっかいレベル上がってるし。ありがとう。感謝します。本当にありがとう。俺たちから離れるなよ。うん、わかった。サリさんたち大丈夫かな。気になるよね。戻る。クジライ様、それはノー。クジライ様に何かあったら救出作戦の意味がないよ。はい、おっしゃる通り。マリン君、先導お願い。本当にお世話になりました。何か困ったことがあったら連絡してよ。役に立てると思うよ。ありがとうございます。それでは失礼します。よかった。ただいま。そういや、道を
穴の中で何を言いかけた？ああ、あれ。無事に戻ったら首輪を外す。電極も取り出す。そう言おうとしたんだ。そうこなくちゃ。あとは、お詫びも。オールって、楽しいね。メアではできなかったことが、ここではすぐに実現できる。どんなこと？人をほっとさせること。笑顔にすること。ああ、そっち系か。メアでは、懲らしめてばかりだったから。マリン君。私、オールに残るから。これからもよろしく。こちらこそ、よろしく。よし、アジトへ帰るぞ。それじゃあ悪の組織みたいだからオフィスで頼むよ。好きに呼ばせろ。血の匂い。頭を強く打った時の焦げたような匂い。確かに森で嗅いだのと同じ匂い。楽しい匂いじゃない。で、どういうことだ。風はこの海から吹くのか。さらば屈辱、苦痛のビリビリ。解放感、解放感。ちょっと傷が残ったな。霧澄君、モア、ニカ、西島さん、ドゴー氏、ウカイ氏、あの穴蔵で君たちの顔を見た時の感動といったら、あれが本物の感動なら、僕はずっと感動を知らなかったことになるよ。本当にありがとう。もういいって。電流や爆弾のことは本当に申し訳ないと思ってる。それは時々蒸し返す。ぐち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 とな。甘んじて聞かせてもらうよ。さて、今後のことなんだけど。提案。唐突かもしれないけど、ギルドをやろう。徹底的に戦おう。うん、すっごく唐突。ギルドは影響力の割には大した組織じゃない。ああ、モアも思ったよ。マカベ系とか、新崎系とか、レガシーとか、レプリカとか。あと何？指導龍之介の裁判？あの人たちにとって大切なのは、家柄とか家の格とか、自分たちのルールと立場ばっかり。うん、その通りだと思う。でも、会員やアイガス、それにモンスターの数は脅威だし、レガシーはやっぱり強いよね。バトル中に変身されると、ゾッとするもの。でも、倒しただろ。自信つけちゃってよ。俺は最強の魔法使いになりたい。行けると思ったら、行く。オーケー。その話につながると思うんだけど、セオクオン君からの情報がある。セオクオン。彼は何者？自称アーティストだね。ウィザード家系になりたくて、入会希望者を装ってアナザーに潜入。画法を知ろうと街を探るうちに捕まったそうだ。なるほど。危ない奴か。その危ない瀬尾君によると、宮下パークの北側、タワーレコードの前に時間限定でフォグが出現する。そのフォグから入って森を抜けるとアナザーの街まで行けるらしい。時間限定って？22時から翌2時30分まで限定。まだ間に合うな。また会えたね。懲りねえやつだな。夢を叶えるためですからね。寝てなんかいられません。夢ってウィザード書き？ウィザードアーティスト。このフォグの先には何があるの？森。そして森の向こうは美術館らしい。工場は知らない？ヌブルムの工場のことだよね。
美術館を通り抜ければ行けるはずだよ。他の行き方もあるのかもしれないけど、僕はそれしか知らないな。さあ、行きましょう。美はレナティスを超える。レナティス、なんだろうね。僕は16歳から魔法使いなのに、魔法の力が伸びなくて、バトルが最悪に苦手なんです。だから森を越えるのが命がけで。先導よろしくお願いします。この霧を抜けると国府美術館、館内ではお静かに。中は安全なんだよね。多分ね。国府美術館の館長は国府ヤクモ、もちろんレガシー、芸術の保護者を辞任する意識の高い魔法使いらしくて、新崎とか指導とは全然違うタイプ。美を愛する者なら出自なんか気にしないらしいよ。そんな人本当にいるのかな。疑っても不安になるだけ、信じようよ。警備のアイガスがいるから静かに干渉してくださいね。んなことしに来たんじゃねえ。どこへ行けばいい。え、忘れるなよ。俺たちはルブルム工場に行きたいんだ。建物の中にフォグがあるはず。場所の当てはあるから安心して。案内するけど、その前に5分、いや10分待ってほしい。僕がウィザードの資料を暗記する時間が欲しいんだ。じゃあ後で。せっかくだから見学する？めったにない経験だよ。作品の解説をしましょうか。管理者の国府さん？管理者という名称は風情がなくてどうも好きになれません。美の守護者を辞任しております。私は国府家の当主ヤクモと申します。こちらのウィザートは500年以上前に描かれたものです。今のものよりもずっと端正で抑制が効いてますでしょ。消えてしまわないように不活性化してありますのでね。魔法を得ることはできませんが、じっくりめでることができます。こちらではウィザートの変遷をたどることができます。時代により地域により一つのモチーフがどのように変化したか、こちらも不活性化してありますので、じっくりお楽しみください。ここには魔法に関連する様々な文献、資料などを展示しています。実は、私、半分も読んでいません。何しろ、すでに存在しない言語で書かれている書物がほとんどですから。ここは、アナザー各地の風景ですね。我が国府一族がパトロンとなり、画家たちに描かせた作品です。ルブルム工場の絵はないんですか？それは美の対極にあるもの。当家が守るべきものではありません。この近くにあるんですか？お嬢さん、薬が欲しいのなら渋谷を歩けばいくらでも。ここが一番奥の部屋みたい。ホグなんかなさそうだな。瀬尾くんを待つしかないね。ああ、こちらでしたか。
あれは今から500年以上前、日本に漂着した魔法使いたち。館内に不届き者がいるようです。どうぞごゆっくり。俺たちも行ってみよう。助けて。美術品泥棒セオクオン、裁きの海岸から逃げたと聞いていたが、基地に舞い戻るとは理解できない。そこまでして何を求める？知りたいんです、ウィザードの秘密を。僕も書きたいんです、僕だけのウィザード。ほう、なんということだ。美の破壊者め、汚しよって、汚しよって、冒涜しよって、侮辱しよって、ゴミが、クズが。美しくない言葉、よくご存知ですね。国府役も、俺と戦え。アイガス友よ、指導内務卿を呼べ。そいつらを引っ捕らえろ。いや、命で償わせろ。私は他の部屋を見てくる。指導が来るなら俺は待つ。いやいやいや、ダメだって。捕まったらまたあの海岸だよ。とにかくこの美術館からは工場どころか他のアナザーへも行けない。マリン君、出直そうよ。セオ君は？放っておけ。どうなろうとあいつの責任だ。全員無事だね。でも何のために行ったのかわからなかったね。美術館から工場へは行けない。それが分かったからよしとする。アイガスが大勢来たんだ。どこかに出入り口があるのかもしれない。多分フォグを出したり消したりしている。戻って確かめたいな。マリック、冷静になろうよ。フォグは見つかるかもしれないけど、消耗戦になっちゃうよ。ニカ、早く工場に行きたいよな。それはもちろんだけど、でもマリン君、レガシーと戦ってみたいだけだよね。ビビるよりいいだ。ごめんなさい、ああするしかなかったんだ。ある意味すごいね。お仕置きが必要だな。いや、放っておこう。今は手加減できそうにない。